ドライバーと SSD が届きました。もう一つ本当ならば、両面テープおよびカッターみたいなやつが、届く予定なんですが、まだ届いておりません。こういう時です。こういう時大事ですよ。黒剣ね。黒剣は必ず、一回も始めちゃうかみたいなことをやり始めます。これ絶対ダメですからね。黒剣に今言っています。それやって何回壊したか。これ2つあるとね、やりたくてしょうがなくなっちゃうのね。で、本当はそのカッターで安全にやって開かなきゃいけないのに、やっちゃえってやるとパリンって割っちゃったりとかね、トラブル起きます。だから今日は我慢して明日を待ちましょう。明日もし来なくても我慢して来るまで待つからね。いいですね、いいですね。おはようございます、ジャン君。このなんか暑い朝なのに日に当たりに来てるのね。そしてポンちゃんもジャン君がいるからここに来てると思うけど、すごい光景になってますよ。君たち、ジャン君顔も見えないよ。はい。さあ。オリンピック見ながら一日を楽しみましょうか。ここには、iMac の修理、分解修理の仕方を、これ何、コテでやってんの？コテ怖いな。そろそろパーツ届くかな？まだ届いていません。いよいよ。この iMac、2013年型の、21.5 インチ、この、マシンにですね SSD を、入れることにします。これは、要するに両面テープですね、この画面の内側を貼る、両面テープではまってんのねっていう、止まってんのねっていうことですね。あとはハードディスクの周りが、このトルクだったかな、トルクネジというので、ついているので、それ用の専用の、ドライバーですね。それからこの今ついている両面テープを、熱で緩くして剥がすということ、それからこれは、静電気防止ですね。ちょっと小さいので入んないかもしれないんだけど、まあ静電気は、例えば水で一度手を洗ってから、やるとかでもいいのかなと思うんですが、一応やりますということで、参考になるこの動画ですね、これを見ながら、これを、ポーズで止めながらやることになると思います。一応もう全部頭には入っているんですが、怖いので、動画の言う通りやります。ジャン君踏まないでね。どうもなんかこういうものを、前に出すと気になるみたいで、ジャン君チェックが入りました。はい、このガラス面を外す、工程ですけど、始めるにあたってですね、このこれは買ったものです。見えるかな、ピザカッターって呼んでましたけど、ピザはこれではカットできませんね。これ専用になると思うんですが、いわゆるなんだっけ、キャッシュカードみたいな、カードみたいなのでやっている人もいます。カッターはちょっと危険とは思います。刃のついてるものはね、これは刃ではなくて、周りがこう回るタイプですね。これをここの隙間に入れて剥がしていくという作業ですが、その前にこれね、あまり熱いとガラスの温度差で怖いなと思うので、
ゆっくりちょっと遠目からやっていこうかな。すごい安全運転だけどね、これをやりながらというふうにします。これこういうことですよ。この間、おもう入った。あ、ちょっと待ってね、やる瞬間は、画面には捉えないようにします。これ片手になっちゃうんでね。ということで画面上も同じことをしています。それから注意事項として、事項はね、ここにカメラがあって、ここに精密機械が入ってるんですね。これを避けてやりましょうとは言ってました。こうね、外枠こうですね、こうね。で、これはこうなった時に8センチぐらい空いているところで、中にコードが2本、画面と本体がつながっているので、それを抜くと、そこの時にバリッとやると、コードが切れるということですね。ということで画面がこう倒れてきた時に、画面が割れないように一応クッションを敷いています。なんかタオルとか毛布とかって、使う方もいらっしゃるようです。それからこれね、多分これは、説明はなかったんですけど、こういうところにこう挟んでおくんじゃないかな、こうやってね、と思います。始まり、多分両面ががっつりついてるところと、ついてるところがありそうですね。ちょっとのんびりやった方がいいかな。この辺は完全にいっぱい入るんだって。ここが少し浮くね。ジャンケン、こっちの方がやってみる。はい、今一通りざっくりやってみたんですけれども、結構、がっちりついてるので、これが深いところまでね、入るところまでやった方が良さそうです。それからこれなんだかわからなかったけど、これ替え刃でした。こう同じものですね。見えるかな、こうか。はい、ゆっくりゆっくりですね、各部分をやっていったところ、少し自然にこうやって浮いてきました。あんまり無理せずやった方がいいと、そんな予感がします。でですね、これがパカンと来ないように、この辺りから少し安全を期して寝かせようと思います。こんな感じですね。さて、はい、開きました。ここで気をつけなくちゃいけないのは、コードがまだつながっているので無理して開けないことだそうです。これですね、見えるかな、ちょっと暗いかもしれませんが、こことこれですね。これも、あ、ちょっとタイム、はい、ここからは本当はビニールの手袋をしたいところね。ちょっと一応やりますか。
これがね、母のところからもらったので S なんだそうです。手術用みたいに伸びてくれるかな。ちょっと難しいか。サイズは自分のサイズに合ったものを使った方が良さそうですが、なんとかね、もう左はいいか。まずここ、はい、開けます。そして手前側はただ引き抜くだけで大丈夫って言ってたと思うんですよね。これはあ、ちょっと待って、ちゃんと見よう。あ、この動画ではスルッと言ってた。ちょっと待ってね、動画によって説明のあるのとないのとあるんですが、どっちかからパカッと開けるはずなんだけど、あ、抜けた。これですね、この黒い部分がこうカチッと刺した後にこれをこう倒すんだね。はい、ということでこのような状態になりましたですね。そしてこれをベリベリと剥がさないで、またここですね、ここを一応カッターの刃を入れて綺麗に取るという感じですね。あ、ちょっとベタベタする。これも大事なとこなので。さあ、これで剥がれました。こっちとね、分かりにくいかな、こういう感じですね。で、この部分をネジを外します。これを4本外し、この台も取り、あとここを少し緩めて、ここをつけ、ここにね、こう接点があってこうくっついてるんですけど、やると安全とは言ってました。とりあえずそこまでですね。はい、これね、まだ買ったばっかりで中を見ていませんけれども、これの10番を使うそうです。10番、あ、これだ、これ T10 って書いてあるね。かける40、他のも一応確認しておこうか。これ T4、これでした。はい、ここのネジを取るときに、注意事項がもう前もって分かってるんですが、この4箇所全部長さが違うそうです。なので、これをためとくところでですね、方向とこのこれをね、全部分かるようにしておきます。
こんな風にですね、ちょうどパッケージがあったのでこれにくっつけて置いておきます。大事にしておきましょう。さあ、それでここを抜けばこれズボッと取れるらしいんですけれども、少し安全を期してですね、なんか完全に取らなくてもいいみたいなので少し緩めて、こんな感じね。で、あ、画面見よう。ちょっと待った、ここまで来たんだね。あ、わかりました。はい、意外と無造作にバカッと取ってたね、これね。で、これがこういう抜き方ということですね。で、これがこの保護用のゴムなんですが、これも両面テープ系で貼ってあるみたいなんですよね。これが向こう側、これが手前側、これも一応見といた方がいいね。ここに載せとこうか。はい、大事です。一旦、あ、こういうの、こういうのをきれいに剥がしておけよということでしたので、ちょっとそれをやっとこうかな。あ、もう手で取れるね。ではですね、ちょっと気になっている細かいホコリがあるので、これをこれそっとやらないとね。あ、いけねの何かになるかな。大丈夫かな。よいしょ、大丈夫ですかね。ではですね、さっきのこれね、これをSSD につけます。なんかね、動画ではこの厚みをこう調整するやつ、これもつけてたみたいなので、これでやってみますね。
器用なとこ見えちゃった。いいのかな。しっかりはまったとします。これをここにつけるにはね。でここが結構難しいとこっぽいんだけど、ちょっと上に上げてついてるかどうかが見えないよね。先につけてからかな。動画の方では割と簡単にやってるっぽかったんですが、見えてないとちょっと不安だな。見えるところに移動しよう。よいしょ。よっ。ね。入ったね。いけてるね。はい、よかった。よいしょ。さあ、そこで。よいしょ。さっきがこれで。猫の毛。見えない。ん？怖い怖い怖い。ちょっと見えない。斜めてるね。怖い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 。ちょっと怖いよ。
か言ったかも。はい。よいしょ。はい。作業が雑にならないようにちょっと集中しましょう。完了いたしました、ね、ということで、次の工程はこれになります。これはあの両面テープですね。あのこの形の通りに作られた、両面テープになります。なので安全ということになっています。こういうとこにお金を使うのがもう不安を払拭するための、ことだと思います。本当はね、5ミリのこれ細い両面テープを自分でこう貼るんだそうですね、それでもできるんだそうですが、やっぱり専用に作られたものに頼ります、これもですね、動画があります。ストリップの貼り付けなんだそうですね。こういうふうに貼っていくんですね。一回仮に置かなきゃいけないよね。置いてみてってことで、はい、わかりました。ちょっとやってみます。反対、こっち側から、こっち向きでもできるってことね。はい、こういう単純そうに見えるところが意外に迷ったりする場所だと思うので、ちょっとよく確かめますね。何この番号、0102。これに関しては説明書がありません。ありませんので、多分こうつけていく順番なんだろうなと思うんだけど、こう曲がってるからここだよねきっとね。違う、あ違うね、これがここに当たりそうですね。これね、あそうだね、こういうことっぽいよね。これ3番ってことは、こっちが1番こうなってそうなんだ。こうか、あ、そういうことだね。あ、もうちょっとで間違うとこだった。1、次は2になるはずだね。これだね、2は、あ、そんな感じそんな感じ。ここになんかこういうのあるもんね。はい、1,2,3 で4かな、これ 4R、 あ、4は、ん？ 4R、 4の R、 これは 4L、 LR があるよと、 LR があるんだって。白い方が表向いてるはずだよね。こうってこと？ちょっと違う気もするな。で、5は明らかにここですね。ということは R、 これね、この棒がこっち向いてんのはなんでだろう。しかも
ちに4ってなってるってことはこう？画面側？画面側かもしれないね。これは後でこれこうやってペロってやるってことのためにこれがついてんだよね。ってことは L と R が、あん？画面を見てみよう。これだ。ちょっとタイム。あー、見た感じ。画面側じゃないってことか。画面側ではなくて、L がこっちに来てるね。R は。こう、しかも画面上は黒い方がこっち向いてるだね。こういうことですね。はい、とりあえずこの、動画の人は4の LR は一番最後にしているようなので一旦これを真似てみます。はい、じゃあやりますね。これがもう一つ、下せない感じではありますけれども、まずこれの こっちだよね。これがまた目が見えない問題を引き起こしそうだな。この黒い側がまずノリになってなきゃいけないよね、きっとね。見えない。よいしょ。ああ、そういうことだ。これをこのように一旦剥がし、さて慎重にね。目がやばいね。近づかないと見えないので顔ごと持ってこなきゃ。いかん。あ、これはやばい。この手袋いらないかな。もうちょっとこっちですか。ね。袋が逆にあだになってるね。
さっきここ浮いてたんだよね。はい。ハズキルーペありかなしかが結構悩むな。これはここを引っ張るとこういうふうにここで2つに分かれていて、こんなふうに向けるようになっているようです。こういう細かいところの解説重要だよね。ああ、ここはハズキルーペだった。行き過ぎ。これで簡単に向けます。くどいようですが、こうですね。でさっきの動画の感じではですね、一旦ここでこれをつけるっぽくなっているんですが、おかしいよね。やっぱりこれは画面側ですね。こっちに黒が向いていて、これは端まで行っていたとして、一回ちょっと見ようか。この意味が解決したわけではないんですけれども、こっちですね、この白い側がこっちを向いてるやつっていうのと、この一番下ですね、画面の下のやつっていうのは反対向きなんですよね。で、どうやらこれはこっちとは別の側ですね。これだとすればこういうことになるのかな。こういうこと。これが L だもんね。になるようですね。ってことかな。これが後で引き抜きにくいんだけど、こうやってつけちゃってでもいいのかなとは思いますが、ある時期から変わったんですって。動画をいろいろ見てみた結果ね。で、なぜかってその方もおっしゃってます。なぜかこれだけ逆転しているということで、どうしようかな。これをこっちにこうつけたとして、
もうここも一気に剥がしちゃえばいいのか、貼った後ね。でここはもうベタベタのまんまこっちに行ってもらうってことにすればいいかな。それにしましょうか。じゃあこうしとこう、ね、でつけるときに、先に、そうだよね、このコード、これをつけなきゃいけないわけですよ、これ締める前にね。ということは最後の最後にそれをつけた後、これを剥がさなきゃいけないので、その前にこれをつけとけってことかっていう意味かもしれないですね。そう理解しましょう。ね、やってみたいんだけど、ちょっと危険だよね、ここの場所がね。一旦これ取ってもらって、ここへ連れてきましょう。でこういう形をしているので、これ正しいかどうかは分かりません。分からないけれども、もうやることにしましたので、この角合わせでいいね。まとめがね、はずきルーペをして通常の距離になるとちょっと酔います。はい、やっとできた。で、一度このままこうやって置いて、左右が大丈夫かを見て、でこうやるということでしょうね、きっとね。心配だな。この状態でこのこことここだよね。ついたこれえ、こんなとこ心配。もう一回見てみようか。
丈夫かな。本当に基本的なところがやばいね。はい、多分、しっかり止まったと思われます。ということで、ここが多分さっきのと一緒にくっついちゃうんだね。うわ、おかしいじゃん。結構まずいことになってるよ。外に出ちゃったよ。こうってこと。いいでしょ、きっとね。さあ、つけまーす。はーい。猫のおたけび、ポンちゃんかな。ポンちゃん、つけまーすって言ったから、はーいって言ったんだよね。はい。さて、これでしっかりついたはずですね。なりました。さあ、これでこのコンピューターがつくでしょうか。まずはですね、ハードディスクが何もイニシャあのなんだっけ、フォーマットされていないので、外から立ち上げるコマンド R かなで、立ち上げるということになります。そして外に、外付けハードディスクをつなげておいてですね、まあ、やるしかないんだもんね。これでできなかったら、コンピューターがなしということになります。やります。はい、とりあえず SSD が入っています。電源を入れる勇気を今振り絞っています。まずは何にも入ってないんだから、外付けを今つなげました。で、外付けにタイムマシンを、入れてあります。なので、この前の状態はそいつが教えてくれるはず。あと起動ディスクがこいつはないので、そのタイムマシンがその役を果たしてくれるはずです。コントロール、コマンド R をやるべきかどうかを今ちょっと、やるべきだよね。まあ見つからなかったら誰からあげるって言うとは思うんだけど、はい、コマンド R、 システムがキーボードを認識するんだよね。でもシステムがいないってどういうことになるのかな。単純に機械的に反応してくれんのかな。本当だね。あ、来た、リカバリーを始める。これに少し時間がかかることがあります。なんとなくこの画面動画で見た俺、なんか地球が回ってるやつ。いけるか、いけるか、お願いします、よろしくお願いします。はい、はい、なんかリンゴマークが出てきました。もう一回言います。リンゴマークが出てきました。そしてマウス反応してないよって言ってんの。あ あれ、多分、あ、出ました、出ました出ましたってさっき言ったっけ。フォーマットをしなくちゃいけないはずなんですよね。
で、これだよね、1テラの CT1000MXS かな、なんちゃらかんちゃら、あ、最後 SDD になってる、これですね。これをパーテーションを1個にしてって言ってた気がするんだよな。1パーテーションで、これをえーと名前がいろいろだね。アスタ SSD、 SSD だね。あ、大文字がかっこいいな。こうしましょう。これでと適用するのかな。パーテーションを作って、そしてあれ、もうできてんのかな。パーテーションを作るとフォーマットされてんのかな。わかんないけど、このままもう一回アスタ SSD 入れた方がいいかな、これ。やってみよう。できたっぽいよね。いいね。そうなの？そんな軽く？フォーマットされるだけだから。で、復元っていうか、なんていうか、あれをやりたいですね。で、ディスクユーティリティを終了すると、これが出てきて、復元にして、これを選んで、ちょっと前にした方がいいかな。あ、来た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 、いた、いました、復元、ドーン、あれ続けるえっと、一度失敗しました。復元元だったか、復元先だったか見逃してるんだけど、にエラーが出たっていうことで、そういえば OS 入れてないもんねっていうことです。タイムマシーンはOS が入ってるところにしか行かないのかな、どうかな。ちょっと、勉強し直してからもう一度やります。ですね、ここの OS ユーティリティってやつで OS のインス再インストールっていうのを選ぼうとすると、今ノートをつけたからダメだったな。よく知らない OS の名前が出てきたのでちょっと不安なので一回切ります。で、オプションキーを押したまま Mac を起動すると、起動オプションを読み込み中というのパワーボタン、あ、違うか、これ起動ディスクを変更する、一度だけ変更する、あ、いいや、オプションでやってみよう。あ、これですね、このマーベリックスって聞いたことないんだけど、新しいの、こっちが OS 高くなっちゃうのも困るので、ちょっと一旦切りますね。あれ、あ、これじゃない、もうぐちゃぐちゃになってきた。それで、再起動の時にオプションだったよね。オプションキー、オプションキー、オプションキーね。はい。はい。
紆余曲折やっておりますが、さっきの OS のマーベリックスっていうのを再インストールをして、そこからタイムマシンでそれを消してアップするっていう感じになるのかなという感じです。ね、ちょっと待って、よくわからないので、マーベリックスというやつにしてみます。で、アスタ HD になってるんだけど、これ古い名前、前使ってた名前ってことだよね。 SSD っていうのにフォーマットにして名前変えたつもりなんですが、ちょっとよくわかんないので、やってみます。なんか不思議。 OS 内にはボイスオーバーと呼ばれるスクリーンリーダーが内蔵されています。ボイスオーバーの使用方法が分かっている場合はコマンド F5 キーを押してボイスオーバーを入りにしてから Mac を設定してください。ボイスオーバーによる Mac の設定方法を学習する場合はエスケープキーを押してください。ボイスオーバーを使ってコンピューターを設定する方法を学習するにはここでエスケープ、必要なのかな。あ、説明を聞く必要がありますか。いや、で不思議なのはこれね、いろんな国ではなくて日本しか出てないのね。あ、すべてを表示ってすると出るのか。いっちゃえ。ことえりでローマ字入力で、はい、バックアップまたは起動ディスクから情報の転送方法をこれにしたいんだよね。やってみようか。で、確認してください。はい、できるかな、できるかな。行ってみよう。その OS の状態に戻ったはずでございます。最初の1回目の立ち上がりはゆっくりって言ってたかな。どうかな、どうかな。ゆっくりだね。元の状態に戻しました。あ、なんだこりゃ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 って何、あれ、なんだそりゃ。アプリケーションを見失ったね。そうだね。アプリケーションはいるのかな。いるね。これをもう全部教えてあげなきゃいけないんだね。いいよ、そのぐらいやった。あ、ちょっと待って、20年と21年と混在している。なるほど、ちょっと待ってわかった。アンインストールいっぱいしなきゃいけないね。わかりました。でもそれも楽しい作業かな、こうやって見るとね。よかった、おめでとうございます。言えてないし、そんな壁紙初めて見たね一体。じゃあちょっと今日はゆっくり、あ、それよりも俺あれ作んなきゃいけないんだ、動画をね。ああ、そっか。作ります。
その前にアンインストールしてあれをやってこれをやってだね。そういえばご注射をするのにさ、うん、持っていくものとか大丈夫ですか。準備します。明日はワクチン接種です。ではね、はい、もろもろの問題は OS が古いということに、分かりました。で、今ですね OS は10.15.いくつというのが最新だと思うんですが 10.9 だったんですね、さっき、一時的に入ったやつで、いろいろ探してそのままだと、アップデートのやつに出てこなかったのでアップルまで行って、探してですね 10.15 を今入れているところです。これが入ったら順調に普通通り動くかな。はい、長らくかかりました。今はなんやかんやで7時を過ぎました。早速作業を始めました。早い、なんか早い気がする、気のせいかもしれない。でもやっぱりねこのところ、このマシンじゃないやつで作っていたら画面がやっぱり小さいとか動きが遅いとかでだいぶ苦労してたっていうことが分かりました。このマシンが早く感じるっていうことは27インチの時は天国だったんだね。まあ SSD のせいで速くなってるっていうのもあります。はい、ということで終了。うまくいきました。ちゃんと動いています。はい、おかげさまでですね、iMac の SSD、に交換したおかげで快適に動画を作っております。結構ちゃんと動いてくれるのが本当に嬉しいです。たった1週間も経たない間でしたけど他のマシンでやった時にいろいろ苦労しましたがなんとこの動画を作りながら、Photoshop で、同時にサムネイルを作ったりできるんですよこのマシンだと。じゃないよね。はい、どうも皆さんにはご心配をおかけしましたがまあ考えうる限りの最安値で、なんとか復帰いたしました。頑張ります。